はい、皆さんこんにちは、サンディです。今日はインスタグラムや YouTube で話題になっている、去年一番話題になったんじゃないかなっていう、ファンデーション、フーダビューティーの、ファンデーション、そして最近結構流行りだしたこちらのジュエルコスメティックのファンデーションの企画をしていきたいと思います。では始めましょう。ってことで、今回はフーダビューティーとジュエルコスメティックのファンデーションたちを比較していきたいと思います。これはですね、もうインスタグラムのライブでよく、お話をしてたんですよ。ジュエルっていいですよっていうのと、フーダがすごい買いたいんですっていうお話をしていて、で色を選ぶときにすごく迷っていた、ファンデーションたちです。正直、海外のファンデーションを選ぶのに結構迷うことがありまして、日本の方がその色の幅っていうか数が結構狭いんですけど、やっぱ海外になるとそれだけ広くなってて、結構最近はかなり多く色を出してるっていうのがあって、フーダの方がジュエルより多いっていう感じです。で、フーダに関しては去年かなり話題になって、もうまるでフィルターをかけてくれてるかのようなカバー力があるっていう、話題になったファンデーションになります。で、一緒にフェンティビューティー、リアナがプロデュースしてるフェンティビューティーも話題になっていたけど、結構レビューを見るとこっちの方が評価が良かったりするので、評価がいいので、まあ買ってみたいなと思ってやっと手に入れました。で、ちなみに色はマカロンの 230N っていう色になります。私は Mac で言うと NC20 とか NW18 とかそこら辺になります。で、ジュエルコスメティックも、一回買ったんですけど、色をちょっと間違えてしまって、ちょっとね、暗くて3トーンぐらい、暗い黄色が強い、色を買ってしまったので買い直したっていう感じです。で、色はポーセリンっていうのかなっていう色になります。また名前をここら辺に載ってると思うんですけども、はいを、買いました。どっちも、公式ページで買おうかなと思ってたんですけど、ジュエルに関しては間違えてしまったので一緒に購入したくて、カルトビューティーっていう、UK 系の、通販サイトで買いました。で、ちなみにそこで買った時は、送料をかからなくて、まあポンドなんですけども、こっちが確か20何ポンド23とかでここに載せておきます。多分23ポンド28ポンドだったと思います。ドルにすると、公式ページだと50ドルで、こっちが38ドルです。なのでカルトビューティーでは多少こっちが安くなってこっちが高くなっているので、まあそんなに、公式ページとの差の金額があんまり、一緒に買うとあんまり感じないかなと思います。で、送料も無料なので良かったです。ただ、公式ページで買うと、フーダは公式ページで買うと、下地のサンプルが来ます。でも、カルトでは来なかったです。はい、カルトっていうのかわかんないけど。で、ジョエルの場合はジョエルの公式ページで、商品を買うと、ジョエルのこのファンデーションのサンプル、全ての色が来ます。なのでちょっと色に迷ってるけどジョエルの商品欲しいなって思う人は、まあ一度そこで買うっていう手もあるんですけど、日本への送料は、ジュエルの場合は1万円以上で送料無料で、フーダビューティーの場合は、公式ページで、確か7000円70ドル以上で、送料無料になります。で、カルトの場合は送料無料でした。2つ合わせてね。で、まあ、そんな感じで買ったっていう話です。で、一応今回はいつもみたいにオイルテストをしていくんですけども、一応このカメラでも、どんな感じの写りなのか
を撮ったんですけども、携帯の方でも 6S プラスの携帯を持ってるんですけど、内カメラでも一応撮ってます。の違いをちょっと見たいのと、どれくらい差があるのかっていうのをしたかったので、携帯の方でも撮っていますので、またつけてる時の、映像の時に見せていこうと思います。もう私がつけて、実感したこととか気づいたことをちょっとお話ししていこうと思います。まずフーダビューティーなんですけども、テクスチャーはクリーム系の、ファンデーションになります。なのでちょっと重みがあるかなとは思います。ただかなりマット、結構マットなんですよ本当に仕上がりが。でも重いマットではないので、そのつけ心地感はそんなに重くないかなとは思います。で、ちょっとこれは人によって好き嫌いがあるかもしれないんですけども、匂いがついています。で、私その匂いの表現がすごい難しいんですけども、百貨店の化粧品コーナーって感じですね、外国のそんな感じで、ちょっとお上品な香水みたいな匂いがするんですけども、まあ苦手な人は苦手かもしれないけど、最初だけですねそれを感じるの。つけていくとそんなに気にならないかもしれない。私はもうそんなに気にならなかったんだけど、最初は結構鼻がいいのかわからないんですけど、結構最初におおと思ったんですけど、でもつけていくうちにそんなに気にならないぐらいになったので、まあそこがちょっと好みがあるかもしれないかなとは思います。で、あとはどっちもそうなんですけども、私は混合肌になります。で、いつもだったら保湿してくれるような下地と、この T 字ここのところは結構オイルをコントロールしてくれるような下地、シリコン系とかつけたりするんですけども、今日の前にも試していて、その時に感じたのは、保湿した方がいいかもしれない、マット仕上げなので結構乾燥するかなっていう感じです。で、目元もちょっと乾燥しちゃうかもしれないので、まあ、アイクリームも忘れずにつけることと、あとは保湿ですね。本当に保湿、特に私混合肌ですけど、もしね乾燥肌の人を使う場合はもっと多分かなり保湿のあるものを使ってから使った方がいいかもしれないのと、あとは乾燥肌の人はあまりベーキングしない方がいいかもしれない。しても軽くとかで、私は結構がっつりベーキングはしました。で、最近使っているのはこのチフレのパウダー、フェイスパウダーを使っています。なのでこれで結構がっつりベーキングしました今回は。で、そうで、ファンデーションをつける前のケアは、ガルニエの拭き取りで拭き取ったのと、無印のバランス肌用化粧水 と、ビオデルマの、イダロビオモイストクリームっていうこれと、でちゃんとしたっていうか、これが終わってから下地としてつけたのはこのレブロの UV プライマーになります。
で、それだけです。で、最後に、これからこのエッセンスから出たインスタマットメイクアップセッティングスプレーっていうのを、最近購入して、使うようになったのでこれをつけます。そんな感じです。で、ジョエルコスメティックなんですけども、最近話題になってきたファンデーションです。少しの量でかなりカバーをしてくれます。フーダビューティーもいいカバー力あるんですけども、またちょっと違った感じの、カバー力があって、本当にカバーが高いです。フーダも高いけど、フーダは一応ミディアムなので、カバー力は、フルでもミディアムらしいので、これは本当にハイカバーって書いてあるので、かなりカバーしてくれます。もう本当に少量で結構って感じです。で、本当にほとんどお腰でいらないんじゃないっていうぐらいでした。テクスチャーは結構みずみずしい感じのテクスチャーなので、そうですね、ぼかしやすいっていうのはあったかなとは思います。で、あとはつけ心地も軽かったです。軽いです、普通に本当に軽いです。で、ただレビューを見ていく中で結構みんな気になっている点としては、この大きさですね。入ってる量がこっちの方が少ない。こっちがいくつだったかな、こっちが20ミリリットルで、こっちが35なので、大体のファンデーション30なんですよ。なので普通のファンデーションに比べたら、これは5個分っていうか5ミリリットルぐらい多くて、こっちは少ないっていう感じです。ただまあ、これはあえて少なくしたのは、まあ、少量でかなりカバーできるからかなっていう感想を YouTube で見たんですけど、それは多分そうなのかなって私も使っていて思いました。ただまあ、その分他のファンデーションとまああんまり変わらないかな、38ドルだとあんまり変わらないかもしれないけど、まあこれに比べたらこっち50ドルなので、はい、そこは変わってくるかなと思います。で、そう、色の転換に関してはフーダより少ないです。だからまあ逆にちょっと選びやすいかもしれないけど、まだそう、だんだん有名になってきてるって感じなので、あんまりレビューとかってあるんですけど、ちょっと色の参考までには結構難しくて、だから本当に選ぶの難しかったです、はい、正直に言うと。でもまあ、私の検索方法としては、自分が MAC とか、その海外でも売ってるようなファンデーションの色のレビューがないかを見て、それをレビューしてる方がいて、これもレビューしていたら、まあ、そこで色がちょっとわかるかなっていう感じです。はい、でそんな感じで、今回はこの比較をしていくんですけども、そうですね、まあそんな感じで、つけた時間は確か10時だったので、今は、11時40分、1時間は過ぎています。でまあまだ1時間なので、まだまだこれから見ていこうと思いますので、時間ある程度空けて撮っていこうと思います。で多分携帯かデジカメかどっちかで撮っていこうと思います。そうなの？じゃあ不利じゃん。まあね、それしょうが。はい、皆さん、今の時間9時になります。はい、ということで最終結果っていうか、これで最後のクリップになります。そうですね、結果発表、まあ結構ね、10時ぐらいですかね、10時ぐらいからつけていて、今も9時、まあ約12時間になりそうなぐらいだ。すごい。そうで、私が感じたことは、混合肌です。はい、混合肌で今回はレブロンの UV プライマーを使っています。その前にビオデルマの、保湿クリームでちゃんとしっかり
かり保湿してから使った結果になります。で、今回はジョエルの、下地も買っているんですけども、まあ、それはまたジョエル単独のビデオを作った時に、そのプライマーを使おうと思います。で、ベーキングはチフレのフェイスパウダーを使っています。で、ですね、見た感じですけども、皮脂に関してオイルに関しては、そうですね、夕方5時ぐらいの時のクリップですかね、ちょっと油が出てるかなーっていう感じでした。まあどっちもあったんだけど、ジョエルの方がちょっと皮脂が出てるかなっていう感じでした。でも落ち方があんまり汚くなかったので、そのまま、ティッシュでオフして、で時間経って7時ぐらいにまたちょっと7時にちょっとお手直しっていうか、7時に、もう一度ティッシュでオフして、でその時にセザンヌのパウダーでちょっと抑えてからの2時間っていう感じです。見た感じだと汚い落ち方はしていないんだけど、私的にはジョエルはこの部分がちょっと取れてきてるなっていう感じで、乾燥がちょっと気になります。乾燥がここの顎のラインがかなり乾燥していて、まあもともとここは結構乾燥してるところなので、そこがちょっと気になるかなと思うし、目元もちょっと乾燥気になります。そしてね、ここもね、おでこのここもだいぶ乾燥を、感じるかなっていう感じです。横のほっぺたの部分、ここら辺はあんまり感じないんだけど、どっちもですね、フーダも ここら辺ちょっとちょうど半分に分けてつけたんですけども、どっちも乾燥は感じました。これは多分、まあ、マット仕上げだからだと思うんですけども、これはね、どっちもちょっとプライマーは考えなきゃなとは思いましたね。ちょっともうちょっと保湿感のあるものの方が良かったかもしれないかなとは思いました。で、だからどっちも保湿感のあるプライマーを使った方がいいかなと思います。まあどうしてもファンデーションとそのプライマー下地、相性いい悪いっていうのはあるんですよ、本当に。で本当だったらね、このフーダのやつはサンプルがついてくるはずなんだけど、多分それはセフォラと公式でしかつかなくて、カルトに関しては来なかったのでちょっと残念ですけど、そう試したかったの本当は、フーダのプライマー、やっぱり一緒に出してるってことはそれだけ、これで使ってほしいっていうことだと思うから、使ってみたかったんだけど、ちょっとねついてこなかったのもちょっと残念でした。まあこれは、また違うプライマーで単独で、どっちも単独でちゃんとビデオを作ろうと思っているので、その時はねまた違う下地を使ったりとか、違う方法でベーキングしたりとかを考えています。でジョエルの場合も、ちゃんと下地は買ったので、その時はねまたジョエルのプライマーを使ってレビューしていこうと思います。今回に関しては持ちは悪くない、とりあえず、8時間持つ、まあ持つかな、とりあえず5時までは、6時間ぐらいは持ったかなとは思います。って感じでした。で、そうって感じかな。じゃあ比較ってことなので、どっちがいい、最終的には多分そこなんですけども、私からすると、まあ、私の中で感じた違いは、フーダの場合は、毛穴とか赤み消すのがすごくね綺麗に消してくれて、まあジョエルもそうなんだけど、ほんと毛穴に関してはすごく綺麗に消してくれるっていうか、カバーしてくれるなってっていうのを感じているし、時間が経ってもそれがずっと続いてるっていうのがありました。確かにここのこのエリアは結構ね、鼻の部分とかはどうしてもオイルがあるけど、ここも結構オイルあるのに、まだ毛穴がそんなに
ガッと出てない。でもこっちのジョエルはちょっと出てるの。だからそれを見るとなんかね、エフェクトをかけてるような感じの仕上がりが結構長く続くなっていうのはあります。カバー力に関してはいいんだけど、まあ、ニキビ、大きいニキビとかになるとちょっと厳しいところはあります。そんな感じですね。あの結構なんだろう、ちょっと大きめのニキビとかだと多分厳しいかもしれないかなとは思いました。それに比べてジョエルはそっちに強いかなとは思う。少量でかなりカバーしてくれるし、あのつけ心地も軽いし、ただその乾燥落ち方がちょっと気になるかなって正直思いました。もしかしたらまたこのジョエル自体の下地を使えばまた違うかもしれないかなとは思ったんですけども、まあそこが違うかなと思います。どっちか選んでくれって言われたら、こっちも好きなんだけど、少量で軽いつけ心地だからすごい好きなんだけど、やっぱり冬だかなって思います。落ち方、持ちと落ち方的には冬だの方が好き。あの自分が毛穴とかすごい気にしているので、そう、それを見るとやっぱりこっちの方が綺麗かなって思います。まあどっちもいいんですけどね、ジョエルもいいし全然これはこれで使えるんだけど、ちょっともうちょっとあの乾燥とかは気になるかなと思いました。はい、そんな感じでね、まあこれはどうしてもマット仕上げなのでもうなってしまうものです。で、混合肌でこういう感じになるので、ほんとまあ普通肌、乾燥肌の人もやっぱりあの特に乾燥肌の人はかなり保湿のあるものを使った方がいいかな。あとはベーキングあまりしない、しても軽くあの筆でちょっとのせるぐらいとか、あの私は結構がっつりなあのベーキングやったので、もしかしたらそれがちょっと乾燥につながったのかもしれないかなと思います。なのでまあそれをまた次回、あ次回っていうか、まあ、いつあげるかわかんないけど、でもまたあの単独でそれをちょっと改善してみたいと思います。まあそんな感じで今回の比較動画終わりたいと思います。ちょっと長くなってしまいましたが、ここまで見てくれてありがとうございました。最近、インスタグラムの方で、メイクのコラボ企画とかやっているので、結構企画ものとかあとライブ結構やっているので、もしよかったらインスタグラムのフォローお願いします。はい、ということで今日はありがとうございました。またねー。